どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン泉谷茂さんの春夏秋冬。こちらの日本を代表するフォークソング、このウクレレで思いっきり全開で歌っていきましょう。この曲は1972年のリリース、つまり私と同じ年でございます。すごいですね、運命を感じます。はい、今春がねこう訪れようとしているこの時にこの歌うこの春夏秋冬、気持ちがいいですよ。やってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流めっちゃシンプル簡単バージョン、思いっきりゆっくり歌っていきましょう。後半はかっこいいバージョンです。ここでリズムが加わってちょっとこうノリが良くなりますね。その辺のことよく確認していただいて2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽私やってみたいと思ったけどちょっとチャンスなかったとか、私不器用なんで無理だと思います、でもいいなと思ってるような、そんな皆様にあっという間にできるプログラムがございます。もうちょっとしたらそのプログラムをここにリンク貼るんですけど、そこのリンク先に行ってもらって上から順番で YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんな人もあっという間ですよ。今ねこのねガズレレ YouTube の簡単レッスンプログラムを見て全世界中の方がもう何万人も音楽ウクレレで始めてます。皆さんも始めましょう。これ YouTube 動画なんで無料でできるっていうのがキーポイントです。ここですよ、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、めちゃ簡単レッスン動画もうすでに1500曲取り上げております。これはねすごいです。皆さんこれから音楽を聴くからやる変えていきましょう。早速やってまいりましょう。泉谷茂さんの名曲春夏秋冬、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは糸もたやすくしなびた、春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。
今日で全てが始まるさ、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。泉谷茂さんの春夏秋冬ガズレレレシンプル簡単バージョン、いいですね。このサビのところがこうギュッとこうくる、なんかこう金星に触れますね。思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かりました、これフルコーラスやっております。これ入門コード4つでできるね曲なんで、初心者さんの方もこれ取り組みやすいんじゃないかなと思います。今みたいに4つ弾きでこれフルコーラス、ぜひ何回も何回もやってものにしていきましょう。繰り返しですね、基本的にはね、比較的これで、ね、入門者でもできるかなと思います。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube チャンネルと一緒に合わせて何回もやってください。とにかくね、で合わせれるようになった方おめでとうございます。まずはそこをゴールにしてください。はい。でその次、しっかり次のステップもちゃんとあります。その次のステップは今度はね、 YouTube と一緒じゃなくて、皆さんご自身一人だけで、この自分だけでメロディーとリズムを作り出して一人で演奏してみるのをおすすめします。その時やっぱり最初のうちは楽譜がやっぱりね、あった方がいいと思うんです。いずれこの曲とかね、覚えちゃって、もう空、大空を見ながら歌うとかいいと思うんですけど、まず最初楽譜用意してね、自分一人で練習してもらいたいんですけど、じゃあ楽譜をどうしようかってことになると思うんですが、ちなみに今ね、演奏したの、ガズさん、この自分で書いたノートを見て、これを見ながら今演奏したんですけど、もうちょっとしたらこのノートそのままを、これ画面にシェアして、こんな感じで書くのはどうですかってことでシェアするんですけど、今いいサービスがあります。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、本日取り上げている泉谷茂さんの春夏秋冬の楽譜を含む、ガズがものすごい勢いで書き溜めてきた、楽譜の、ノート楽譜のストックの中から、皆さんがやってみたいな、面白そうだなと思っている曲をですね、毎月5曲、好きな曲をお選びいただいて、即座にダウンロードしていただいて、すぐにね、ウクレレ練習ができるという画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんで、こうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そしてこれ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもねなかなか面白い企画です。幻冬舎です。出版社の幻冬舎さん。これでですね、なんかこう、今まで音楽を知らなかった方が、まあ、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますので、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。春夏秋冬泉谷茂さんです。はい、イントロちょっと C で伸ばしといて、こっから歌が始まります。ちょっとね、ご注目なんですけど、この2行あるじゃないですか。つまりこれこれ見て、1番2番って感じでこう3番4番って書いてあるんですけど、基本的にはこれ繰り返しです。で、あとこの歌詞がね、やっぱもう、この昭和のフォークソングというと、このメッセージ性があるこの歌詞がやっぱキーポイントになると思うんですけど、このちょっとなんか喋るように歌うように言うと独特な感じね、表現ができるといいと思うんですけど、はい、淡々とこう紡いでいくような感じです。すっごいシンプルですから、これメモっていただく、これ一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止してメモっていただくか、この楽譜、先ほど紹介させていただいたガズクラブでダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかくね楽譜を用意していきましょう。はい、じゃあ一時停止ね。はい、じゃあ次こうちょっとずれて3番とサビを移します。はい、ここが3番で、でここサビなんですけど、ここがやっぱりね、やっぱりいいです。今日で全てが終わるさ、なんかこう切なな感じというかですね。はい、それでここで感想を入れて、でここ注目です。見てください。1
1番にまた一回戻ってください。1番に戻って構成ですよ。1番の歌詞を歌って、今度は、はい、ここに来ます。はい、ここ。4番に来るわけですね。4番。4番をやって、5番をやって、で、もう一回ここに来てサビへ戻ります。はい、サビ。今日で全てが終わるさ。やって、これ、サビ最後ね、スペシャルバージョンで2回繰り返して終わったよというのがガズレレオリジナルアレンジバージョンになっております。これはもう何回も歌いたい曲ですね、皆さん。はい。で、今日出てくるコードなんですけど、嬉しい入門コード4つですよ。はい、これですね。言っていきます。C と Dm と G7 と Em7。これはですね、一応入門コードでございます。Dm がちょっと初心者の人はこの中ではちょっと抑えづらいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれ安心してくださいね。入門コードですからこれはねできるようになります。入門コードっていつも言ってるんですけど、これなんですよ。はい、ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思ってる皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループなんでございます。今日は4つなんですけど、その、ね、入門コードのグループはですね、なんと10個もあります。いやー、10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードですから押さえるのは1個ずつ簡単なんだけどね、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。これここのリンク先行ってもらって、そのね10個のコードスイスイ覚えちゃってください。今日はその中の4つですから、4つだったらなんとか覚えられるんじゃないかなということですけど、はい、Dm ってコードがちょっとね皆さん初心者として難しいかも。 F ってコードを押さえておいて、ここに1個足すんですよね。こんな感じですね。角度をつけてみるとかもいろいろいいかもしれない。こういう角度も大事ですからね。F を押さえといて、ここにこう、ちょっと足す感じ。はい。Dm。はい。これがキーポイントかなと思います、今日は。で、今日はかっこいいバージョンもこのコード進行全く一緒ですので、いいですよ、これは。はい。そういうわけで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますが、ちょっといつもここではガズがいつも言いたいのはですね、今の4つ引きで、歌。やっぱこのね、ちょっと喋るような、なんつうかね、泉谷さん独特の語りかけるような歌うような、なんかそのムードがね、すごくこう、印象的なんですよね。で、これ4つ引きで、まずその雰囲気を自分でこう、泉谷茂さんになったような気持ちで、ちょっとね、やっぱ泉谷茂さんのワイルドなの感じもまたちょっと出した、なんか出るとね、いいですよね。こう、ぶっきらぼうな感じというか、なんか不思議な魅力があるのは、そういうのまずこう歌、4つ引きでいいんで、歌を中心に考えて練習してもらって、この後にかっこいいバージョンのリズムに入っていくのがいいと思います。はい。そういうわけで、じゃあ、かっこいいバージョン、ここから解説、入っていきます。はい。かっこいいバージョンはなんとね、コード進行とかも全く一緒なんですよ。つまりリズムが変わります。で、これはですね、僕もいろいろ YouTube などで泉谷茂さんの演奏のね動画とか音源のやつを聞いたんですけど、そのね年代によってね、ものすごいアレンジが変わってるんですよ。曲の速度とかリズムのアプローチも、そのある時によってもうすごくこうアレンジをされてて、今回じゃあどうしようかなっていうふうに思ったんですけど、基本的にこれね、一番最初に出したレコードのところは16ビートのアルペジオって感じなんですよね。トントンタトントン、こんなにニュアンスがすごく16ビートのアルペジオちょっとシャッフルみたいな感じでやってるのが印象的だなと思ったんですけど、いろんなライブとか見てると最近では結構こうストロークでやってる感じの方が多いような感じがしててですね、ガズレレはどの リズムがね一番当てはまるかなと思ったんですけど、最近ガズレレ YouTube チャンネルでよく出てくる熱いビートがあるんですよ。それでいこうと思います。これです。ドン、アイランドビート。このアイランドビート結構こうフォークソングみたいなのに合うんですね。ちょっとどんなもんかアイランドビートやってみます。 C を押さえます。せーno1,2,3,4 季節のない街に生まれんだかたかたか、これをこの弾き方でねやるのがこれ結構かっこいいんじゃないかなと。これ結構雰囲気出ると思います。結構最近の泉谷さんのライブだとちょっとこの16ビートっぽい感じのノリが出てるんですけど、はい、これで行ってみようと思います。このアイランドビートなんですけど、これで今聞いて、うわなんか16ビートっぽくて難しそうと思ったかもしれないんですけど、これね結構面白く解説してる動画あるんで、これここのリンク行ってください。このリンク先行ってこのアイランドビートマスターしましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアイランドビートっていう動画めちゃくちゃいい解説になってます。これってよく分析するとアイランドビート一回全て忘れてください。8ビートで考えていくんですよ。今さっと口レッスンね、8ビートってこうですよね。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん、はい。で8ビートのチャっていうリズムがありました。それはこうです。じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん、これを一個にしちゃったっていうイメージ、ちょっと聞いててね。じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃん、じゃんじゃじゃ、ちゃかちゃんです。じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃん。8ビートのちゃなんだけど、一個しかちゃを入れないってことですね。じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃん、じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃんです。そうやって考えると、結構シンプルじゃないですか。なんだけど、ワンブロックに要は、じゃんじゃじゃ、ちゃちゃちゃんを2回、
入れるってことですよね。そうするとこの季節のない街に生まれ、最初の A メロのところやってみると、季節のない街に生まれだか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 、つまりワンブロックに8ビート2回だから合計16ビートになってるんですけど、こっちだけ見てると8ビートの雰囲気でできるんじゃないかなと思うんですけど、この説明がちょっと分かりづらいから、これ分かるとなるほどっていうふうに思ってくださってる方多いと思うんですけど、ちょっとこれで分かんないけど、さっきのねリンク先行ってそのアイランドビートの解説動画見るときっと分かってくださると思います。でこのリズムってウクレレでこのアイランドビート、このアイランドビートっていうのはちなみに私が勝手に命名している弾き方ですからね、はい、独自のネーミングです。この弾き方ね、ウクレレでマスターするとめちゃくちゃいろいろ幅が広がるんで、お時間の時にぜひアイランドビートぜひマスターしてやってみてください。この曲にもぴったりだと思います。そしてこの曲はこのリズムがそのアイランドビートに変わったものの、もう本当に最初から最後までもう淡々といく、これがかっこいいんですよね。特にこう決めも何にもなく本当にこう紡いでいく、もう時がもう本当にこう春夏秋冬じゃないですけど、こう季節はどんどん流れていくという感じで、本当に何の仕掛けもノーギミックというかストレートですよね。この歌詞の中身を考えさせられるような歌詞があります。それ今日フルコーラスでやりますんで、なんかこのイメージも膨らませながら、その時代感とか、変わっていくもの変わっていかないもの、なんかそんなこともね思いながら、やっぱ音楽感情表現ですからね、そういうマインドと一緒に歌って、これがいいと思います。それではやってみましょう。泉谷茂さんの名曲春夏秋冬ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。 季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人のために解かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは人もたやすくしなびた、春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、横目で隣を覗き、自分の道を確かめる、また一つ続く、また飲む手で笑いが続く、汚いところですが、暇があったら寄ってみてください、ほんのついででいいんです、一度寄ってみてください、全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。しげるさんの春夏秋冬ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。アイランドビートでちょっとふんわりゆったりなんですけど、その中で淡々とこう繰り広げられるこの歌詞の世界というかですね、もうこれちょっといろいろね深いですね、やっぱりいろいろこの歌詞を読んでいろいろ考えさせられる、そういうのもね音楽やってて、まあ一個楽しいねことだと思うんで、いろんなこと感じながら、季節も感じる、風も感じる、歌詞の中身を感じながら、音楽楽しんでいきましょう。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー、はい、それぞれ予約注文販売の再開と販売が再開
開始されています。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方、ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学×ガズレレの、このオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってますんで、皆さん、これぜひチェックしておいてください。概要欄のところにもね、リンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本の、この緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって、4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とかその辺のオンライン書店をはじめ、いろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。